It seemed like centuries ago when the monks crossed the mountain to Malibu El Camino and a sip and tea lemonade room. We ponder all that we can lose in a theater of dark. The cross of Jesus sees it all. Oh, his red blood's on the bar.
早く入った。ベニガラとか行こう。ベニガラいいじゃん。どこ？連絡する。連絡します。絶対寒いベニガラってすぐ。あ、ほんと。あの、大工んちの前、大工んちのとこの 店の前、8時までやってるよ。いいね。そば。これが噂のですね。これが噂の。あと写真撮って。めちゃくちゃ調子いいっすね。どう？良くない？かっこよく。存在感がだいぶあるね。かっこよく。めちゃめちゃかっこいい。しかも後ろも全部マットブラック。そう。今日にしてくれて。うん。今日持ってきてくれたんだけど。うん。初。でも、何本でも持ってくれるからね。確かに。今日なんか今日もさ、なんか連絡取っててさ、波どうかなって感じだったじゃん。うん。どんな感じかなみたいな。うんうんうん。だけどさ、これだったらとりあえず全種類持ってこれるから。確かに。通用品持ってきたし今日。うんうん。で海来てこのいいペースだなって感じだったから。うんうん。いい、そういうの決めれるから。確かに。これ湘南マジで通用品でしょ。最悪すっごい良くなかったらそのまま帰れるしね。そう。洋服のまんま。さっきもヨケさんとずっと波見てて、うん、良くねえから帰ろっかなみたいな。ウェットスーツ着ちゃったらさ、超寒くてさ、うん、無理じゃん。確かに。でこれだったらもうほんとそのまま散歩がてら来て、うん、入れるからめちゃめちゃおすすめ。でも売ってないんだよ。口中かな。そう、口中で、あの、うん、頼んで作ったから。もし欲しい人がいっぱいいたら作ってくれるかも。でも特にやっぱこの辺の湘南エリアは自転車のサーファー多いからね。そうだね。いいよね、こうやって一日波ある日は。めっちゃいいでしょ、これ。服のままコルセでいろんなもの入れて。これ別にご飯入れてきてもいいわけだもんね。ご飯持ってきてもいいわけだもんね。お菓子が入ってるからね。うん。ならね。多分波がめっちゃいい時とかは俺は持ってきてると思うね。もうこれでずっともう浜スタンバってね。ね。できるもんね。できる。で、ウェットスーツとか2枚とか持ってくれるし。うんうん。みたい、なんだっけ、これ干しといてさ、うん、また早い時、やれんじゃん。で、こうやってウェット2枚持ってこれるもんね。いや、全然持ってこれるよ。え、持ってきてない今日は。今日持ってきてない。ああ。ま、今日は1回帰るから。持ってこようかなと思ったけど、そんな気合い入れるような波でもないかな。確かに。これが調子いいでしょ。あ、その下のね。うんうんうん。やばいな、これマジで。改めて見て。めちゃ渋いよ。さあ、